気になる部位どこですかって聞いたらですね、 YouTube も Instagram もほとんどの方がお腹周りっていう回答でした。今回はお腹周りにとっておきな足踏みデッドバグを紹介します。お腹がへこみにくい人の原因は姿勢、腹横筋の低下、脂肪を燃やす運動、この3つが原因になります。今回は全部解決できますんで、レベルを3つに分けてます。腹筋メニューと交互に下半身のメニューを今回は加えています。なぜかというと、寝たり立ったりすることで有酸素運動効果もあって、下半身使うことで代謝が上がって体幹が鍛えられて、さらにお腹をへこませることができるからです。自分のレベルだけやってもいいですし、全部上級まで通してもいいです。1種目30秒なので頑張ってみましょう。お腹が出てしまっている人の多くは反り腰もしくは猫背にあります。一般的にやるメニューでいうとキャットバックという動きがあるんですが、反り腰の人は腰があまり丸まりにくくて、猫背の人は腰が反れにくいです。今回正座の状態でまずキャットバックをしていきます。スマホ前に置いてもらって、胸を張る、腰を丸めて力を抜く、これを30秒繰り返します。スタート。こういう感じで胸を張ったら力を抜くようなイメージ。これが実は寝て腹筋運動を行っている動きになってます。負荷がないのでお腹がつらくないですが、まずこの動きを体がね覚えないといけません。これができると腹筋が上手になります。 OK、 今度は足を前に出しましょう。股の間にスマホを置きます。今の体の動きを足踏みしながら動いていきます。いきましょう。スタート。しっかり胸を張って縮める、太ももを胸につけるイメージ。できれば手は浮かつかない方がいいです。スマホ持っててもいいです。手は頭でもいいです。はい、 OK。 それでは立ちます。足を大きく開いてかがんだままで2回ずつ体を左右に動かします。スタート。1、2、1、2。これでももお尻が鍛えられます。中殿筋、小殿筋も鍛えられるので、歩くスピードが上がったり、日常的に体を動かすスピードが上がってくるんで、代謝がすごく上がって消費カロリーも上がります。腹筋と交互にねやることが効果的です。はい、 OK。 それでは寝ましょう。中級編です。体を起こしながら足を交互に抱えます。頑張っていきましょう。スタート。片足ずつ、ハイペースでいいです。しっかり息を吐きながら、 OK。 それでは起き上がります。片足になってけんけんしたら反対足です。交互にいきましょう。スタート。さっきよりも片足なのでしっかり鍛えられます。床を踏んで体を持ち上げる。腹筋で結構息が上がったままね、こういう下半身メニューするのはすごい脂肪燃えますので、しっかりね、ももの裏、お尻使ってるイメージで。はい、 OK。 それでは寝ましょう。上級編です。体を起こしたままで足踏みをしていきます。いきましょう。スタート。ゆっくり足を動かした方がいいです。できるだけ体を起こし、もっとレベル上げたいよ私っていう人は手をちょっと上に持ち上げ、
OK。 さあ上級編、起き上がりましょう。今度は片足で足を横に持っていきます。これで少しキープしたら反対足です。いきましょう、スタート。これでね、お尻の横がすごい鍛えられて、体幹が鍛えられるんで、お腹のへこんだ姿勢をね、もうバッチリ作れます。交互に足を入れ替えます。もも裏、お尻、内転筋効いてればバッチリ。オッケー。それでは寝ましょう。手を脇の下について体を持ち上げて、お腹使いすぎたんで伸ばしましょう。スタート。お腹をね、しっかり締めたんで伸ばしとかないと、筋肉痛が来たらね、なかなかね、次の日またやろうかなってならないんで、しっかりお腹の筋肉伸ばしましょう。しっかり振り向いた方がいいです。スマホ首もね、治ってきますんで。 OK。 上向いて寝ましょう。ももお尻を結構使ったんで、足を組んであぐらの状態からももの裏を持ってキープしましょう。あと、できればつま先を上げた方がいいです。体柔らかい方はね、しっかり引き寄せてみてください。もも裏、お尻伸ばしましょう。あとちょっとで終わります。持たなくてもできる人はね、このまんまでもいいです。はい、OK。 反対足も同じようにいきましょう。ちょっと腰を床に押し付ける感じですると、足がね、膝伸びやすくなります。足を上げるってイメージだったら、結構前ももがねきついと思うので、腰を丸めるっていうイメージ、すると足がね綺麗に伸びます。開いて腰と足をね振りましょう。ラスト、このまま腰と足をブルブルブルと揺らすとね、血流が上がって筋肉の疲れが取れて楽になります。レベルを3つに分けてました。やってみた方は自分のレベルを1番初級、3番上級、そういった感じで数字だけでもいいので、よかったら感想として教えてください。